エネループエネループは、産業電機が開発、FDK が製造、パナソニックが発売する2005年11月14日に発売された、ニッケル、水素蓄電池の商品名で、産業電機の登録商標である。また、同商品のコンセプトをベースに2006年以降、展開されている、商品群、エネループユニバースシリーズに付けられたブランドでもある。なお、 山陽電機はパナソニックグループ内の再編に伴い2012年1月からパナソニックブランドに移行となったがエネループに関しては2013年4月25日までの間山陽ブランドのままで発売されていたそして同年4月26日より発売された新モデルからパナソニックブランドとなり充電式エボルタとのデュアルブランドへ移行した エネループ充電中のエネループ第4世代と第1世代従来のニッケル、水素蓄電池の自然放電が多い、メモリー効果があるといった欠点を改良。自然放電を極力抑え1年間放置しても約85%の残存率を持ち、負荷電圧を上げることに成功し、メモリー効果を抑えた。充電された状態で流通し、二次電池でありながらも買って、 すぐ使え、次足し充電が可能な電池として、アルカリマンガン乾電池など一次電池に代わる21世紀の新電池として発表された。2009年11月14日発売の新製品では、本製品の製造出荷時の充電に太陽光発電による電力を使用しており、クリーン電力証書を取得している。使い捨てない電池という開発コンセプトの 元環境にも配慮しており、外装パッケージは再生 PET を使用、電池保管ケースとしても使用できるように考慮されている。また、エネルプライト以外の電池は、製造を日本国内で行う、メイドインジャパン製品である。発売当初は、単三型のみで、2006年1月21日に単4型が発売され、単三型から単1、 単二型として使用するスペーサーも発売された。充電器は単品および電池とのセットで販売されている。以前はコンセントに接続するタイプのみだったが、2007年5月21日には USB 接続の充電器が発売された。初期の単三モデルは、これまでの平均的な乾電池と比べると、電池外等の縦寸法が長めに設計されていた。 もちろん単三型の規格寸法に従って作られていたが一部の機器が単三型の規格寸法を守っていなかったため使えない場合もあった。これを受け参与は形状変更を実施。このマイナーチェンジ版はエネルプロゴの後ろにブルーまたはグレーのマークがつく。ただし海外版についてはマークを追加しないままマイナーチェンジとなっている。 2009年11月14日、第2世代の製品が発売された。ミツル放電可能回数が第1世代の1000回から1500回に改善された。2010年6月にはエネループよりも低容量にしたことで、ミツル放電可能回数約2000回と軽量化、充電時間の短縮、低価格を可能にしたエントリーモデル、エネループライトを発売。 水色ベースのシンプルなデザインとなっており、低価格仕様であるため、電池のみの商品は、ブリスターパックとなっている。2011年6月には、新たなラインナップとして、大容量タイプのエネループプロと過小音防止機能をプラスした、エネループプラスの2機種を発表。エネループプロは黒デザイン、エネループプラスは、エネループと同じ白デザインだが、 ロゴも辞職をシルバーにすることで区別している。同年7月にエネループプロ、11月にエネループプラスという順番で販売された。2011年11月には第3世代の製品が発売された。自然放電抑制性能を向上したことで、満充電をして5年を経過しても約70%のエネルギー保持を実現するとともに、 電極材料を改良したことで繰り返し回数が約1800回に向上した。製品に記載されている王冠のデザインも若干変更されており、王冠の元に線が入っているデザインになっている。なお、過小音防止機能付のエネループプラスについては、第三世代エネループと同仕様にスペックアップの上発売されることとなった。 2012年10月には大容量タイプのエネループプロの第二世代モデルを発売。容量を 50mAh アップして 2450mAh となり、さらに第三世代エネループやエネループププラスで採用されている自然放電抑制技術を採用し電池設計を最適化したことで自然放電抑制性能を向上。 高容量タイプながら1年後のエネルギー残存率約85%を実現した。合わせてワイヤレスマウスなどでの用途に対応した単4型を追加設定。充電器付けセットもモデルチェンジした。2013年4月26日、充電式エボルタとエネループを同時にモデルチェンジ。これによりエネループはパナソニックブランドとなった。ラインナップは 充電式、エボルタとタイプを揃え、エネループプロは、ハイエンドモデル、エネループは、スタンダードモデル、エネループライトは、お手軽モデルにそれぞれ位置づけされ、産業ブランドで発売されていた、エネループプラスは廃止となった。また、デザインの変更が、インターネット上でも、物議を醸した。基本色は、産業性を踏襲するも、パナソニックロゴが大きく、中央に描かれ、 ブランド名のエネループはその左下に小さく描かれるようになったためである。なお、海外販売製品はこれまで、通リエネループロゴが大きく描かれている。充電式エボルタと特徴を明確にするため、第4世代となるエネループは、正極材料の改良により、繰り返し使用回数が、スタンダードモデルの充電池としては、業界最多となる約2100回に向上。 第2世代のエネループライトも繰り返し使用回数が向上され、従来品、非2.5倍の約5000回となった。合わせて、単1系、単2型は廃止となり、エネループは、単3型、単4型のみのラインナップとなった。また、充電器単品、サイズ変換スペーサー、電池ケースなどは、充電式、エボルタと共用になり、ブランド名は付かなくなった。 2015年10月には、ハイエンドモデルのエネループプロをモデルチェンジし、第4世代に移行。電池の最小容量をアップし、単3型は 50mAh 増量して 2500mAh に、単4型は 30mAh 増量して 930mAh となり、単3型は、三用電気性高容量タイプのニッケル水素電池 HR-3UG と、 同容量となった。2018年9月のリニューアルに伴って、従来ラインナップされていた、お手軽モデルのエネループライトが、充電式 AVLTAE へ統合される形で廃止され、スタンダードモデルのエネループと、ハイエンドモデルのエネループプロの2種類に集約された。2019年3月に、JIS の改正に伴って繰り返し回数の、 試験場を見直しに伴って繰り返し回数の表記が変更となり、エネループは約2100回から約600回に、エネループプロは約500回から約150回となった。電池性能そのものの変更はない。2013年4月26日にパナソニックブランドの製品が発売されたため、産業ブランドの全製品は生産終了となり、同時に充電式エボルタと 品番が統一された。電池単体2018年9月のリニューアルでは、従来は外装パッケージを兼ねていた電池ケースが付属品として同梱するようになった。電池、充電器セットセットになっている、充電器は全機種、充電池によって異なる特性に合わせた充電制御を備えているため、従来品のエネループはもちろん、充電式エボルタも充電可能。さらに、 乾電池を誤って入れた場合でも、自動で検出する乾電池誤充電防止機能を備えるほか、キロジュール 24LCC 系列、キロジュール 52LCC 系列に、同梱の充電器には保護タイマーを搭載。その他のセット品に、同梱の充電器には、過充電防止機能を備えているため、次足し充電も可能。なお、製造終了済みの三洋電気製充電器。 パナソニック製充電器は互換仕様による充電不可能で使用の際は注意が必要である。パナソニック製充電器でエネループにも充電可能な製品にはパッケージにエネループ充電式エボルタ両対応充電器の表記がある。またエネループライトの電池充電器セットに同梱する BQCC52 はエネループやエネループプロ。 充電式エボルタにも充電は可能だが、タイマー式により1回の充電では、満充電にならないため、パナソニックでは推奨外としている。電池単体の本数の後に記載した、括弧内は、各製品型番の枝番号で、全世代共通である。電池単体第一世代エネループ電池単体電池、単体電池単体電池単体,電池単体充電器単,単体、エネループ対応品以下は、 エネループブランドではないが、充電に対応している。一部は講述するセットにも含まれた。セットでは、エネループブランド扱い。電池、充電器セット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 電池、充電器セ,セットスペーサーケースゲーム企業3用はかつて、トイセルという任天堂ライセンス品のガン向け充電管電池を発売したことがあり。 その後継として、Wii や Nintendo DS 向けに Nintendo ライセンス品の充電池を発売していたが、2012年に製造を終了した。エネループユニバースとは、エネループのコンセプトを発展的に反映、展開した商品群のことである。これらは2007年度のグッドデザイン賞大賞を受賞した。2012年3月をもって、日本国内における、 採用商標の公式終了を受け、エネループユニバースは、ラインナップが徐々に整理され、エネループそのもののフルモデルチェンジに伴って、全製品の販売を終了した。ただし、一部の製品は、パナソニックにブランドを変更し、性能を向上して、現在も発売されている。製品名の末尾のインは、市販エネループ対応、インは発熱機能によるマイコンメーター搭載。 人は自社開発の高効率ソーラーパネル、ヒット太陽電池搭載を指す。山陽電機の環境教育、小学校エネルギーエボリューションプロジェクトと題した環境教育を行っており、その教材としてエネループが利用されている。小学生たちに地球環境の大切さを教える目的で、山陽電機は全国の小学校にエネループと充電器を寄贈する。 取り組みを進めている。NTT ドコモが発売する、フォーマ補助充電アダプタ01、02、03および、ポケットチャージャー01、02、03には、パワードバイ、エネループのロゴが表記されている。いずれも、製造元は、産業電気である。なお、ポケットチャージャー02、03は地域核に対応している。事実上、上記ポケットチャージャー02の英雄版にあたる。 ポータブル充電器例2にも同様にパワードバイエネループのロゴが表記されている。ただし、ポータブル充電器例2は地域格に対応していない。かつてイオンのプライベートブランドであるトップバリュートも感染源の充電池がエネループの OEM で互換性があった。後のエネループライトに近い仕様で容量と最大充電回数に違いがあったが併用が可能である。 ありがとうございます。